背景です。今回は源田壮亮マジでやばいということでですね、今回は源田壮亮選手についてね、いろいろ語り尽くしていきたいなというところで、ちょっとね動画を出させていただきました。ぜひ最後までご覧いただけたらなというふうに思います。まず本編に入る前に、今回は結構源田選手について熱く語りたいなというふうに思っております。それはもちろんプラスのこともそうだし、マイナスのことも、結構踏み込んで話していきたいなというふうに思っておりますので、不快な気持ちまではいかないかもしれないですけど、結構ね踏み込んだことを言う、強気なことを言うっていうことは分かっていてほしいなというふうに思います。ただ、一個ちょっと理解してほしいところは、僕自身ね本当に源田選手のことが好きな選手だし、頑張ってほしいっていう気持ちがあるからこそ、この動画を出そうっていうふうに思ったし、これからね話していく内容もそういう内容になってるので、その前提があるっていうところだけはね、ちょっとご理解いただけたらなというふうに思います。僕自身本当にこう源田選手、今シーズン本当に僕勝負の年だとねある意味思ってて、その理由だったりとかも含めてねちょっといろいろ話していきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただけたらなというふうに思います。はい、まずですね、源田壮亮の貢献度を計り知れないということで、源田選手のねここまでの貢献度について話していきたいと思います。やっぱり源田選手のここまでの、ライオンズに対する貢献度ってところは、正直計り知れないというふうに思ってます。はっきり言ってチームへの、今までのこの通算の貢献度ですね、そこはもう今の主力の野手の中ではトップと言っても過言ではないかなというふうに僕は思っております。実際に入団からね2021年までに稼いだWOAという、チームの貢献度を表す指標になってるんですけど、その数値はね森友哉選手、山川選手、殿崎選手、高橋光成選手ですね、かつての主力の選手たちだったりとか、今も主力として活躍している選手たちを、しのぐだけの数値っていうのを源田選手は実は叩き出しているんですよね。結構やっぱり森選手だったり山川選手だったり、高橋光成投手の方が結構目立っているっていうイメージはあると思うんだけれども、実際蓋を開けてみると、やっぱり守備とか走塁とか、そういったところを含めると源田選手の方が総合的に、貢献度は高いという、これはもう数値で表れております。なので、やはりねそういった部分を考えても、チームへの貢献度っていうところは主力としてもトップなんですよね。バッティングで、直接的にこう点を稼いだりとかはないけど、実際にチャンスメイクをしたりだとか、走塁で結構ね次の塁を果敢に狙ったりだとか、盗塁を稼いだりだとか、あとは守備でね大幅に失点を防いだりとかっていうところで、こういったね数値が出ているというふうになっております。数値上でもそうだし、それ以外の部分でもね、日本代表ってところでも、しっかりとこう活躍をして、世界一にも貢献をしている。もちろんねこう国際大会に出るってことについてはね、皆さんファンの中でも、賛否両論いろいろあるとは思うんだけれども、実際にねそういう国際大会に出て、活躍しているのもそうだし、それが結果的にねライオンズの知名度拡大っていうところにも、ある程度つながってはいると思うんですよね。特に WBC なんかは結構源田選手は目立った存在だったので、あれをきっかけにライオンズファンになったっていう方もね、僕の視聴者の中にはいたりもするんですよね。そういった意味でも本当に、チームの貢献に一役買ったと言っても過言ではありません。でさらにですね、プレー以外の部分でも、キャプテンとして、チームを引っ張ってくれているし、生涯ライオンズ制限っていうところも、FA の前にもしてくれているというところがあって、そういうね心意気だったりとかも本当にね、チームに対しての、いい影響を与えているということで、今までのこの源田選手の貢献度っていうところは、本当に計り知れないものがあるなというふうに僕は思っています。もちろん今までの貢献度はあるんだけど、ここ数年は、源田選手だいぶ苦しい結果になってしまっているというのが、これも事実としてあります。ここ2年間は軒並み成績は下降しているというところで、打撃成績、守備、走塁っていうところ、それぞれ落ちてきてしまっているっていうのが、これも事実なんですね。打率2割7分2厘、2割6分6厘、2割5分7厘と推移しているし、 OPS も 0.666 から655、606というふうに、どんどん落ちてきてしまっている。で、自慢の守備に関しても、UZR 22.9 から 14.4、8.6 というふうに、ちょっとずつ落ちてきてしまっているし、走塁の部分に関してもね、盗塁24個、この時は盗塁を取ったけれども、そこからね12個で、今はもう5個ということで、もう盗塁数に関してはねもう5分の1ぐらいまでいってしまっているというところがあって、急激にめちゃめちゃ落ちてるっていうわけではない、例えば打率が、2割の後半からその1割台とかになってるわけではないけど、年々やっぱちょっとずつ、各数値っていうところが、落ちてきてしまっているっていうところ、年齢だったりとか、怪我の影響っていうところももちろんあるんだけれども、そういった部分でやっぱりちょっとずつ落ちてきてしまっているっていうところもね、これも事実なわけですよね。
だから本当になんとかね、まあ、今回ちょっと源田選手に頑張ってほしいってところで動画を出しております。で、まあ、落ちては来てしまっているんだけど、まだ実は契約4年あるっていうことなんですよね。源田選手、一昨年のシーズンのオフかな、そこで、まあ、5年15億の大型契約を結びました。で、去年が、まあ、その5年契約の1年目というところで、今年2年目で、まあ、まだ今年合わせたら4年ね、契約が残っているということになっております。ただ軒並み成績が下降している中でね、これ4年間活躍し続けることができるのかっていうところなんですよね。だ今年本当に活躍できないと、まあ、結構ピンチだなっていうふうに思うし、まあ、正直言って、まあ、言い方悪いですけど、不良債権化しても全然おかしくない、そういう選手かなというふうに思ってます。まあ、もちろん年俸の中には今までの貢献度っていうところも含まれてるし、活躍だけじゃなくて、ね、そのグッズ売上だったりとか、まあ、球団のそのプレー以外の部分で貢献度っていうところも含まれての年俸だと思うんだけれども、まあ、ただ成績がその年俸に見合ってるかっていうと、まあ、ここ数年はなかなかやっぱそれに見合った成績っていうのは残せていないし、まあ、ここ2年間の活躍を見ると、今年しっかりとこの V 字回復できるのかっていうところは非常に大事になってくるんですよね。で、下からの突き上げっていうところも、まあ、ちょくちょく出てきてて、まあ、かねてから取り上げてますけど、滝沢夏央選手、まあ、バッティングも含めてね、2軍でどんどん力をつけてきているというところがあります。まあ、守備と走塁に関してはね、もう1軍のトップクラスといっても過言ではないし、まあ、源田選手が落ちてきているってところを考えると、この守備と走塁に関してはもはやもうそんなに大きな差はないんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。で、本山選手に関しても、まあ、新たに加入してきましたけれども、非常にバッティングのポテンシャルはね、高いし、まあ、源田選手よりもその打撃のポテンシャルは僕高いなっていうふうにも思ってるし、まあ、守備の安定感のところもそれなりにあるんですよね、ショートで。で、まあ、なんならね、もしかしたら今年のドラフトで、まあ、明治大学の宗山選手を取るんじゃないかみたいな可能性もやっぱあるわけですよね。まあ、正直宗山選手の獲得に関しては、まあ、まだ競合のするっていう可能性もあるし、まあ、あとは滝沢選手の成長具合だったりとか、あとはもう源田選手のね、成績ってところが多分大きく影響してくるかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、その可能性もあるわけですよね。だからもう今年の活躍次第では、正直言って僕来年、まあ、今や名前を挙げたような選手たちに、まあ、ポジションを奪われてしまう、あるいは、まあ、レギュラーって形では今なって固定されてるけど、まあ、併用っていう形になる可能性も僕は十分あるんじゃないかなっていうふうに思っているんですよね。でも契約まだ4年残っている、で、まあ、今年終わってもまだ3年残っている中で、まあ、いきなりそういうふうになってしまうっていうところを考えると、本当にじゃあその4年間3年間っていうところをチームに貢献し続けることができるのかっていうところ、ここがやっぱり本当にすごい懸念される部分かなというふうに思います。まあ、まだね、その契約は残っているっていうところで、まあ、活躍がやっぱしないといけない立場の源田選手で、ここでその活躍をしていくために取り越えないといけない大きなね、障壁があります。で、それは何かっていうと、やっぱ源田選手のまずその選手の価値っていうところを考えた時に、僕は源田選手はもうショートを守るからこそ価値が生まれる選手だなというふうに思うんですよね。まあ、よくあるのが、例えばさっき言ったような選手たちに、まあ、ポジションを取られてしまった、まあ、その選手たちが成長してきたっていう風になって、じゃあその選手たちをショートにやって、まあ、源田選手は違うポジションっていう風な、まあ、考えはもちろんできるし、まあ、例えば過去を見ていけば、まあ、坂本勇人選手なんかはもうショートはしないでね、あの去年の途中からサードをやって、今年はもうね、あの自主トレから本格的にサードっていう形にコンバートしている。鳥谷選手とかも、まあ、ショートはもう引退まではやらずに、まあ、サードだったりセカンドポジションに移ったっていう例もあるし、まあ、それこそ松井稼頭央監督ももうサードだったりとか外野をやったりっていうこともありました。ただですね、それはその選手たちだからできたことであって、僕はこれ源田選手は同じようなことはできないっていうふうに思ってます。で、それなんでかっていうと、源田選手はバッティングのシーリングがあんまり高くないんですよね。今言ったような選手たちっていうのは非常にこうバッティングでも、まあ、すごい結果を残せる選手たち、まあ、坂本勇人選手なんかはもう首位打者取ったりとかホームラン40本打った時もあったし、まあ、鳥谷さんも3割打ったりとかね、ホームランも20発ぐらい打ったりしてました。で、松井稼頭央監督もまあトリプルスリーやったりとかところで、やっぱりそれらの選手たちと比べると源田選手のバッティングっていうのはやっぱどうしても劣るわけですよね。まあ、そういう風に考えると、他のポジションで使う選択肢とかは正直考えにくいかなと思います。まあ、それこそ、まあ、セカンドとかサードっていうところですよね。例えばじゃあ今ライオンズのこのサード争いってところは結構激しくなってきてると思うんですけど、まあ、ブランドン選手だったりとか本山選手、佐藤龍生選手、渡辺健人選手っていうところがいて、で、山村選手とかもいて、で、じゃあそこに源田選手が例えば入ったとすると、そんなメンツがいる中で源田選手を1年間固定してサードで使おうっていうふうにならないと思うんですよね、サードっていうポジションを考えた時に。だからそうやって考えると、やっぱり源田選手を他のポジションで使うっていうところは、
まあ、正直難しい部分があるんですよ。だからやっぱり源田選手ってやっぱ僕は思うのはやっぱショートを守るからこそ非常にこう価値が生まれるような選手、まあ、今、まあ、ライオンズでいうとやっぱり栗山選手、中村選手とかはもう40歳になってきてもう守備につかないっていうような、まあ、プレースタイルというか起用法されています。でもこの2人に関してはまだまだやっぱりバッティングのでプラス稼げる選手なんですよね。まあ、ライオンズの野手陣のレベルが低いっていうところもあってそういう、ね、運にもまあ多少恵まれている部分はあるんだけど、まあ、十分指名打者でもうチームに貢献度は大きいわけですよ。でも源田選手がじゃあ同じような風にこう守備も守れなくなったから、まあ、指名打者だったりとかその打撃でねプラスを生み出せるかって言ったらやっぱりなかなか厳しいし、もうバッティングの部分が大幅に成長しない限りは将来的に今の栗山選手、中村選手みたいな起用法っていうところはやっぱできないわけですよ。だから1年でも長くやっぱりショートを守り続けないといけない。僕これは源田選手の使命だというふうに思ってます。でもその中で、まあ、守備だったりとか走塁バッティングの全体的なパフォーマンスが落ちてしまっているので、ここがね年齢的にも厳しいし、もちろん今までの金属疲労も大変だと思うんだけど、本当に乗り越えないといけない壁の一つかなというふうに思ってます。だからまずですね、今シーズンに関してはもうこのまま成績落ちてしまうと本当に来シーズンもうレギュラーを、まあ、明け渡すような形になってしまうかも知れないし、まあ、それはまあ他のね選手たちの成長具合にもよるんだけど、でもそうなったら僕全然おかしくないと思うんですよね。なのでやっぱりまずはもう得意の守備力の復活ってところを期待していきたいなというふうに思います。まあ、昨シーズンもなんだかんだパリーグではね UZR トップでゴールデングラブのタイトルっていうところも、まあ、獲得はできたんだけれども、ただやっぱりその総合的な貢献度を見た時に、まあ、年俸に見合ってるかっていったらなかなかねやっぱり厳しい部分があるし、まあ、特にライオンズって本当に守りのチームだから、源田選手の守備力ってところがやっぱりライオンズが勝っていくためには絶対必要不可欠なんですよね。まあ、せめて昨シーズン、一昨年のシーズンの 14.4 までは戻していきたいし、もう贅沢なら、まあ、2021年のその20以上、UZR20 以上っていうところをまあ目指していってほしいなというふうに正直思ってます。まあ、そこで本当にどれだけプラスを捻出することができるのかっていうところ、まあ、3年前の数値に戻せたら一番最高かなというふうに思いますね。でバッティングの方でも、まあ、一応キャリアハイはね OPS0.7 っていうのを達成して、まあ、あれはちょっと山賊打線っていう、まあ、周りのバッターも良かったからっていうところでそれだけ上振れしたっていうのがあったと思うので、あそこまではさすがに求めないんですけど、まあ、せめて OPS やっぱ 0.65 ぐらいですよね。それこそまあ2022年ぐらいの成績まではやっぱ戻していってほしいし、で盗塁もやっぱり、まあ、20盗塁ぐらい、本人もねその盗塁に関しては今年結構力入れてやっていきたいっていうことを、まあ、オフの時から言ってるんで、まあ、そこの、まあ、20盗塁ところはね、まあ、クリアしていってほしいかなというふうに思います。まあ、正直言ってオープン戦でもねちょっと守備でボーミスあったりとか、あのバッティングの方でもね、まあ、打率1割台っていうことでだいぶ苦しんでるし、まあ、正直ねファンの方の中でも本当に源田大丈夫なのかみたいな、なんならもう人によってはねもうスタメンから外した方がいいんじゃないかみたいな声も、まあ、出てきてはいるんですけども、なんとかねちょっと今シーズンは、まあ、守備も打撃も、まあ、また V 字回復っていう形でやっていってほしいなっていうふうに思うし、やっぱショートってポジションで1年でも長く、まあ、プレーしていってほしいなというふうに思っております。まあ、いろいろ今源田選手のいいところも、まあ、悪いところもね、まあ、語ってきたんですけど、まあ、最後にちょっと僕の思いを話したいなというふうに思います。まあ、本当に結論から言うと僕源田選手には本当にもう感謝しているんですね。まあ、最初に言ったようなそのやっぱ今までのこうライオンズに対する貢献というところが、まあ、計り知れない部分があるし、でその中でやっぱそういう選手大体出ていくんですけど、まあ、残ってくれたっていうこと、まあいろいろね出ていく選手が多い中で、まあ、残ってくれたんですよ、外崎選手もですけど、やっぱそういった部分は本当に感謝しているし、まあ、あとやっぱ優勝の喜びも感じさせてくれました。まあ、2018年2019年、まあ、間違いなく源田選手がいなかったら、まあ、優勝できてなかったというふうに思います。特に2019年なんか本当金サイダーの優勝だったんで、まあ、間違いなく源田選手いなかったら、まあ、僕優勝できてないっていうふうに思ってるんですね。まあ、そういうやっぱ喜びを感じさせてくれたっていうところも本当に大きいです。で、まあ、間違いなくやっぱ源田選手がライオンズに加入してから結構チームの活気が出てきたっていうところ、まあ、強くなってきたっていうところも、まあ、僕もやっぱ見ていて感じるんですよね。まあ、2017年に源田選手が入ってきて、で辻さんが監督になってっていうところ、であそこで一気に山賊打線っていうところが形成されて、で2年目にはもう優勝っていうところまで行ってるんですよ。まあ、ショートのレギュラーが長年決まんなかったのに、まあ、源田選手が入ってきたことでもそこは決まって、で一気にね、まあ、まあその守備力っていう二遊間の守備力ってところが飛躍的に向上して、でそれでまあ今の守り勝つ野球ってところに もう十分つながってきてるんですよ。なのでもう源田選手が入ってきてから大きくライオンズの野球変わってきてるんですね。
だから本当にもうそういった意味でも源田選手に僕めちゃめちゃ感謝してます。であとはライオンズ以外の部分でも、まあ、日本代表とか日の丸を背負って果敢に戦う姿、まあ、国際大会出る出ないところに関してはファンの方でいろいろその賛否いろいろあると思うんですけど、まあ、僕的にはやっぱりねそういう風に日の丸を背負って、まあ、WBC なんかも骨折して出ながら活躍してたっていうところは本当に僕ライオンズファンとしてめちゃめちゃ誇らしかったですし、本当にそういった部分もかっこいいなっていう風に思ってるんですよね。だからこそやっぱもう一花、まあ、咲かせてほしい選手だし、やっぱりまだまだねやってほしい選手だなという風に思ってます。やっぱ栗山選手中村選手がねこう偉人っていう風に言われてますけれども、やっぱりそれぐらいの領域に、まあ、源田選手もねぜひ行ってほしい、もうライオンズのレジェンドの一人だっていう風に、もう誰しもが文句なく言うぐらいの選手になっていってほしいなという風に思うし、まあ、そうなるための今シーズンが本当にこう分岐点までいったらちょっと大げさかもしれないですけど、でもやっぱり大事な年になってくることは間違いないと思いますので、なんとか今シーズンの完全復活っていうところ、願って期待していきたいなという風に思います。まあ、皆さんもねいろいろ、まあ、この僕の意見についてもそうだし、まあ、源田選手に対して思いっていうのあると思いますので、そういったことはコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。